のこと。じゃじゃーん、これがほのかが演奏することになった楽器だよ。なんていう楽器かわかる？そう、ティンパニー。どうしてわかったの？私なんて全然わかんなくて、太鼓の親戚とか言っちゃったよ。え？どうして急に楽器演奏なのかって、あれ聞いてない？音楽祭のゲスト出演が決まって楽器演奏することになったんだよ。もちろんスクールアイドルのライブだから、ただ楽器を演奏するだけじゃないの。歌って踊りながらさらに楽器も弾いちゃうんだよ。でも思った以上にすごくすっごーく難しくって、毎日特訓してるんだ。しかもみんなで合わせるレベルにも達してないからって、最近は個人練習ばっかり。あー、みんなで練習したいよ。一人じゃつまんない。え、あなたがほのかの練習に付き合ってくれるの？それならまだまだ頑張れそうだよ。よし、ライブまであと1週間、練習頑張ろう。